普段の考え方が今の状況を作り出していると。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、ノーマン・ヴィンセント・ピールさん、ノーマン・ヴィンセント・ピールさんの名言で、あなたの人生は外界の、あなたの人生は外界の状態や環境によって決められるものではなく、中間的にあなたの心を占めている考えによって決められているということでですね、ノーマン・ヴィンセント・ピールさん、プロフィールをお伝えしていきたいと思います。ノーマン・ヴィンセント・ピールさんは、アメリカ・ニューヨークにあるマーブル教堂教会の牧師、自己啓発作家、教会での力強い説教や教会の地下室に設けられたカウンセリングルームでのカウンセリングなどで多くの人々に教えを与え、積極思考の使徒、アメリカの両親などと称される人物ですということでですね、ノーマン・ヴィンセント・ピールさん、あなたの人生は外界の状態や環境によって決められるものではなく、習慣的にあなたの心を占められている考えによって決められているということでですね、普段の考え方が今の状況を作り出しているということですよね。積極的な考え方をすると積極的な行動ができますし、積極的でない行動、まあネガティブな行動ですよね、が起こるのはネガティブな考えからだということですよね。今日からですね、一応と言いましょうか、緊急事態宣言ということでですね、まあ普通の人はあんまり関係ない話なんですけれども、緊急事態宣言ということで、まあなんかね、心が病んでいる人とかたくさんいるんですけれども、私の方はね、別にそんなこともなく、普通にこう生活、まあ YouTube を撮ってとか勉強したりだとか、この1年全然あんまり変わってないので、何が来ようが何だろうかあんまり変わりはしません。買いに行く場所もスーパーぐらいですし、まあ物を買うとほとんど最近なくてですね、この1年ほとんど物を買わなくて、あんまり物を買わなかったんですけれども、なんだろう、モールとかが閉まるってことで、なんかすごく昨日とか人がいっぱいいたらしくて、私はもう全然そこに近寄らなかったので全然わからなかったんですけど、まあ今日からね難民みたいな方がおられると思うんですね。で、そのモールに来たら今日は休みだったとかいう感じでびっくりされる方もおられると思うんですけれども、うん、本当にね、普段の考え方が大事だということだと思います。普段の考え方どうでしょうか。もちろんね、普段の考え方を良くしようとしたら、普段の行いや行動を良くしないといけない。まあ間違いなくさっきのことですよね。勉強したりだとか、本を読んだりだとかすることが、本当に私は大事だと思ったこの1年です。考え方が全然変わらないですよね。緊急事態だとか、まん延防止等、重点措置なってもあんまり変わりません。運動して、朝早く起きて運動してっていうのはあんまり変わらないので、本当に普段通りの生活です。これからもね、普段通りの生活をしていきたいと私は思っていますし、これからも続けていきたいと思っております。皆さんどうでしょうか？今日も一日ね、頑張ってやっていきましょう。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。